ルーツオブ電気グルーヴ、俺っちの音ふるさと。音ふるさと、音故郷、うん、もうさ、出だしのタイトルからもうさ、そうそう、言い直す。ちなみに俺、これアイデア出したの俺なんだよね。そうです、お前どっちのつもりなん？俺はふるさとだね。でも、もともとはルーツオブ電気グループ、うん、俺っちのふるさとっていうタイトルだったの、うん、で、それでそれだけだとちょっと分かんないから、うん、音を入れようって言って、うん、後から音を入れたら、うん、ふるさとなんか故郷なんか分かんなくなっちゃったじゃん、はいはい、うん、っていう感じだけど、うん、でもこれまだ変えれるんだって。まあそうですね、うん、とりあえずカッコ仮のタイトルで、うん、ルーツオブ電気グルーヴ俺っちの音ふるさと一曲止まる、そうそう、ということでさせてくださいということで、うん、まあこの番組はですね、東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すためのカルチュラルアパートメンツ Be at 東京のサポートのもと、ラフォーレ原宿6階にオープンする Be at スタジオ原宿からお送りしておりますということで、うん、まあ、どういう番組かといいますと、毎回我々電気グルーヴのルーツとなったアーティストについて話をする番組でございますということで、はい、記念すべき第1回目誰ですか？ニューオーダー。うん、言っておきましょう、うん、ね、うん、我々電気グルーヴも結成して32年。ああ、もうそんなになるかな。そうだね、1年だ。わかんない、でもその辺、うん、その辺の感じなんですけど、はい、で最初に君と会ったので、今もう53歳じゃないですか。もう多分これこの番組が配信されるので、もう54が見えてるとか、もうそんぐらいですよ本当に。え、54になるの今年？もう4、え、54歳？お前一生年なんだからさ。そうそう、え、今 52?3? お前は、いや、これ本当に今53。53、うん、54になるの4月でね。あ、で来月なんの？てか今月ってか、これ長いですけど、まあ、うん、まあ、だからもう近々54になりますよと。俺全然関係ないけど、はい、さっき、うん、ウィキペディアで、うん、ジャック・ニコルソンのジャック・ニコルソンの年齢が気になって調べたら84歳だった、はい、いやマジで、うん、今、うん、なるほど、まあ、だからなんだよって話。そうでしょ、うん、30上ってこと。あとデヴィ夫人とうちの母親が同い年だった最近知ったの。どの流れで？で、その、はい、うちだね、うん、滝と卓球 KK 世代、はい、まあ、そうですね、はい、16歳の時ね初めてだったので、はい、その頃からの、今につながる、そういう、まあ、基本的に 80s が多くなるよね、だからね。まあそうなるよね。 そこの高校3年間とか、まあさ、うん、まあ、俺にしては君から大体教わるんですけど、その辺のバンドっていまだに聞くもんね、本当に。 あのね、その あるらしくって、うん、人間大人になってもやっぱ中学2年生ぐらいの頃に聴いた音楽を一生聴くっていう。うんうん、なるほど。だから、だけは寺尾明だ。ずっとルビーの指輪。指輪だ。ずっと。ああ、なるほど。あと、さすらい。さすらいね。一つでしょ。それは、ね、ごめんね。さすらい知らないんだよね。あ、知らないの、うん、俺、ごめん。お前ほど寺尾明。ベスト10で3曲入った。そうそう、それは知ってる。はい、その瞬間の、こう、うん、でもこういう話続きますよ、本当。そうね、と趣味の昔話が聞いてるっていうふうに思って、気味悪い瞬間もありますだから、うん、はい、ついてこれる人だけっていうか、あと、うん、意外に面白いと思いますよ、ね、まあまあそうね、知らない話でしょうからね。知らない話が全部面白いってわけでもないけど、ね、まあそうね、そう、はい、ね、うん、それ言うと全然知らない地方の電話帳が一番面白いっていうことになるじゃん。読み物そこまでは言ってないでしょ。まあまあっていうか、逆に知ってる電話帳あんのかよって感じで地方のって言ったけど、まあ、全部覚えてるんだよね。そうだ、23が逆に覚えてるのかよって話だからまあまあ、うん、はい、まあね、うん、そうそう、で、そういう話をしていこうかっていう、はい、うん、電話帳の電話帳じゃなくて、電話帳今ないでしょ。電話帳、そう、電話帳っていうのも何すか、電話帳って見てる、うん、電話加入券とかあったのね。そう、電話加入券7万円とか8万円とかあってさ、はいはい、家電とか、まあ、家電の、ね、携帯電話の前、そうです ね、はいはい、状況すぎてさ、アパート暮らしの時に、うん、アパートの前、ドアの前とかにさ、うん、ビニール袋に入ったタウンページ置いてなかった？あ、置いてあった置いてあった、うん、読んだよね。読んだやることなくて読んだし記憶したよねどこまで覚えたっつって、うん、今日家業まで覚えたっつってまあもう30年以上やってる我々ですけれども、うん、最初にまだあったのが、16歳の夏ですよ。そう、うん、何年、83年かな。83年だ、はい、1983年ですね。そうで、今日はそのテーマでもあるニューオーダーについて話をしたいんですけど、うん、まあ、ニューオーダーっていうバンドはね、うん、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、はい、もともとジョイデビジョンっていうバンドで、うん、から
あのメンバーチェンジというか、まあ、メンバーが死んじゃいまして、うん、ボーカルの人がで、そこから派生しあの、ね、残ったメンバーで始めたバンドなんだけど、うん、まあ、そのバンドのプロフィールみたいのは今ここで言わなくても、まあそうですね、ウィキペディアとか、まあ、調べてくださいよ、ニューオーダーって言って調べたら、うん、いろいろもっと詳しい人っていうか、まあいますからね、俺たちが説明するとそうじゃねえって言ってくる文句言ってくるバカがいるから、うんうん、そこが抜けてる、あそこが抜けてるとかさ、いやまあそうね、はい、そこが変だよ、うん、日本人みたいなこと言ってくるそう、巨泉のこんなものいらないみたいなこと言ってくるやつがいるから、で、あの知ってる人に聞いてください。ただすげえ知ってる人に聞くと終わんないっすよ、うん、はい、でこの番組のテーマでもあるのは、うん、電気グルーヴのルーツってことで、うん、あの毎回毎回にそのあるテーマアーティストを選ん で、うん、でそれについてこううちらの個人的な思い出だったりとか、まあそうなりますわね、そういう話をしていこうっていう、うん、はい、ことです。この、まあ、だから初っ端のこれですよ。だからそう、うん、我々電気グルーヴブルーマンデー、はい、でこれあの1983年に出たシングルなんですけど、うん、このシングルに関してはね、うん、あのうちらの僕と滝君の間ではもう忘れられない、うん、あの、はい、思い出があるそうなんですよ。あるんですよね。まあ、あいや今一瞬あの、まあ、まだ言ってないでしょ、うん、まあ、まだ今まあっつってないから僕はそんな言ってないでしょ、うん、はい、うん、まあ、後でやってあげるから、うん、後で、うん、まあ、今各絵が出ますから、ね、今各絵が出ますから、はい、まあ、中学を卒業して高校に上がるわけですね、僕ら同い年なんで、うん、で高校に上がって僕が行った高校ので僕野球部に入るんです。で野球部に入って、まあ、そしたらいろんな中学からいろんな選手がこう集まってくるわけですよ。そしたらそこで、ね、その同期の連中でこう、まあ、自己紹介だったりとかいろんな話をするようになるわけです。まあ、その中で音楽何が好きと、お前どういう音楽が好き、こういうどういうお前はどういう音楽が好きみたいな話になって、で俺手が大きだって言うんですよ。もうそっから脱線したら終わんないぜ。まあまあでも脱線させるってか、まあまあ、俺の役目だからな、俺の生きがいだから。そうね、お前の役目じゃねえか別に。お前を困らせたいんでね、うっすら。なるほど。それなんかすごい、なんか俺なんかやっぱ生きがいゾクゾクするの、ゾクゾクするのと、あとそれ俺がこう足を引っ張る、あの致命傷にならないぐらいの足を引っ張り方とか、うん、お前のこう、うん、こっちっていう、うん、なんか大事なことやってる時に、うん、でそれでお前が一生懸命立て直そうとしてるのを見るのが、うん、俺すごい好き。あの致命傷にならない怪我をさせるやつが一番残酷。いっそ殺してくれっていう。そうそう、だからその時に音楽の話をしたんですよね。で、まあ、トンキ号とかトンキ号のトンキ号とトンキ号どっちが好きみたいな音楽の話。五線譜っていいよねみたいな、ここからっていう。じゃなくて、でその時にバッハとビバルディどっちかなって、どっちかな、うん、この写真どっちがビバルディでどっちがバッハでしょうかっつって。何を作ってるんでしょうか、モザイクがだんだんこういつみの嘘つきようなくね、はい、なんでも終わらないんです。2だけどね、そうです、バッハと、そうそうですね。やばい、ここでこんな盛り上がるとそうだろ、次お前昨日の段階でさ、明日どうするって15分喋んなくちゃいけないからなっつっていろいろ言ってたけど、いやもう絶対超えるって。だから実はだからこれ昨日まで15分以内に収めなきゃいけないと思ってたの、うん、持ち時間15分だと思ってたってこと？そう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 、あ、なるほど、だと思ってたから、うん、で珍しく俺昨日電話したじゃん、でちょっと事前に打ち合わせをしないんだけど、珍しい、ね、ライブのリハでもちゃんとやらないのに、うん、ちょっとそれ電話してさ、うん、ちょっとあの一応触っときたいんだけどって言ってさ、うん、おかしいなと思ったでしょ。おかしいなと思ったし、とにかく俺が送ったメールを見てくれってまず言われて、うん、でそれ見て話そうぜって言うから、で来たらこいつから来てたのがソフトセルのテンネットラブの、で DJ ヘルリミックスの動画が入ってて、ま、じゃあ まずそれ見るかと思って全部こうやって見て、結構長いしね、で長いし、俺でもかっこいいななんて思って、で終わって、で何って言ったらそれじゃないって、それじゃなくて、俺、ま、驚くことにお前に送ったはずのメールがスタッフの藤森宛に送られてたんだよ、うんうん、恐怖だな2回送ってたんだよ。そういうことがあって、うん、であのてっきりなんか15分以内に収めなきゃいけないと思ったから、うん、こういう脱線なんかしてられないじゃん。そうね、なるほど、うん、ちゃんとパリッとまとめなくちゃいけないんじゃねえか。でも、うん、今思えば、うん、この2人を集めて15分以内にニューオーダーの話をしろって言われても、うん、無理っていうか、まあ、そうでしょ。てかまだ本当に、うん、まだ本題入ってない。俺が何の バンドが好きだっけって話すらまだ話してないっていうか、うん、そうそう。まあまあ、 あの最初に滝がうちに遊びに来た時、理由ね、うん、いや理由じゃなくて、理由はいらない、いらない、うん、理由いらないの。理由じゃなくて、うん、その時に滝がうちに来て、俺正直覚えてないんだけど、うん、まあ、高校1年高校だ16歳の夏ですよ。でその時に、うん、俺が
卓球くんの家に初めて行った俺に卓球くんが初めて聴かせた曲がこれだったんですよ、うん、でそんなのお前曰くおめえが時ってやつから、うん、まあこれでも聴けやってあげようかとこで、うんうん、この感じだからここにレコードのプレイヤーがあるとするとこうでこいつがもうあのランニングと赤のチェックのトランクスを履いてるんですよ、うん、夏だから暑いだからスコットランドの玉 の石川さんみたいな感じそう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 その感じでこうやってやってこうやってって「おうおめえがたきってやつかい」そんな江戸っ子だったいいよおめえがたきってやつかい俺これ結構お前それ結構好きなのが、うん、それどん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 大げさになってくじゃんそうそうあのザコシのあの行き過ぎたみたいなねあれあれみたいな感じで、うん、そのかなりあのエビゾーが入ってるやつとかあったじゃんいいよあの舞台がひっくり返るやつとかあれちょっとじゃあ一回プレーンのやつちょっとやってだいたいそこ膨らめてくるそれを頼むと思うプレーンのやつは、うん、おめんがたきってやつかいじゃあこれ弾けよっつって、うん、でこうかけてドッ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 でこっちで聞いてこう立ってるのが立ってるのがうわーすげーかっこいいで一曲そのまま聴いたっていう。そうでその時なんかずっと立ちすくんでたっていう。うん。てかまだ、まあ、要は知らないやつの家に初めて行って、うんうん、でまあ座れよとも言われてないから。そう。それ許可いる？そうだけど、まあ、一応知らないやつだからさ、まあまあこうやってああつって言ったらこう。で手前で組んでた？手は前で組んでない。それは別にいいじゃん。それちょっとうつむいて。それでも完全にダンスチームのビートマッチのやつでしょ。それはサムのダンス。それサムがやるやつ。そうでしょ。うん、もういい。その膨らめなくていいだから終わんなくなっちゃうから。座らせろよ早く。やっとブルーマネー。でやったブルーマネーがかかったんです。でそれで、ね、そのまあねそれまでその、まあ、YMO だクラフタックが好きだったんですけど、このビートで入ってくるキックが16分でっていうので何これってなって、うん、それで君んちにそこから。足しげく通うようになるんで、ね、はい、うん、ブルーマンデーがリリースされたのが83年の昨日喋ったね3月なんだってああなるほど、はいはい、で俺最初に、ね、俺がブルーマンデー最初に聞いたのは、多分なんかそのリリースされてすぐなんだけど、うん、あのまだレコードももちろん買えなくて、うん、日本に入ったのまだ、うんうん、今ほどさ海外との距離が近くなかったまあそうだよねで俺が聞いたのは、ね、高橋幸宏さんの、うん、オールナイトニッポンで、うん、UK チャートを、紹介するコーナーがあって、うん、あの当時ロンドンに住んでたカメラマンのトシヤジマさんっていう人がいて、うん、でそのトシヤジマさんが紹介する最も新しい UK チャートのトップ3っていうのがあって、うん、でそれの時に1位だったの、うんうん、で、オールナイトニッポンだから夜中俺聞いてて、うん、まさに君と同じでその、うん、あのイントロのキックの16分、うん、ドッ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 って本当に鳥肌が立ったの、うんうん未だに消えてないですよね心の鳥肌がね、うん、はいはい、で それがあってで、うん、でまあ途中からきあの、まあきまあ、皆さん聞いたと思うんですけど、まあねうん、あのキックが16分ドドドドドドってなって、うん、ウンパウンパウンパってベースが入るんだけど、うん、でそこで、まあ、AM ラジオだし、うん、あの番組の時間の都合上、まあ、フルではかかんないよね、うん、で結構12日バージョンしかない ないからさ、うんうん、これってだ結構曲長いよなるほど、うん、8分弱7分ちょいぐらいあるから、うん、キックから始まってベースラインが始まったところでフェードアウトされてボーカル入らずっていうもう持ってるのかなるほどでそこで終わって俺はその録音してたからそこばっかずっと聞いてああなるほどそうそうでそれが多分なんか3月の後にさ俺は君んちで聞くわけじゃんか、うん、12日を、うん、どうやって手に入れたのそれはそれはねでその輸入版で買ったんだと思うああ店行って店だったか、その当時三島のドニーっていうお店があってでそこでお前その詳しかったよな、うん、本当にそれからなんかコンサート見に行ったのかもしれないピルかなんか東京にうん、ちょっと思わないけど新宿、うんうん、で、これあのジャケットがさ、この当時の5インチフロッピーディスクのこの形になってるんだけど、ねはい、俺が買ったやつはもうセカンドプレス、サードプレスだけど、うん、だいぶこのシングルで売れた後で、うん、真っ黒だったんだよ、これああ、なるほど穴も開いてないしはい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 、うんでそれがすごいがっかりしたっていうだけの話で、お前が聞いたのはだからその穴が開いてない方のバージョンのバージョンだ音は一緒だ一緒じゃん形そこなるほどね、うん、はいでも俺がラジオで聞いたのは穴が開いてる方のバージョンそこは分かんないじゃんだっていやいやだからリリースされてすぐだからそうかそうかそうかその点では俺の方が一歩リードしてるとも言える本当に俺の方がやっぱりピーター・サビリよりいや
スピーチサビリオレ AM だろだってそれでもお前 FM でも聞いてないじゃん。そうね。で穴も開いてない。まして、レコードも持ってなかったじゃん。そうそうそう、持ってない。で、ってなわけだと。タバコでリフレクションズでしょ。こうやって、ジャケットがあるんですよ、寺尾明の。多分そうね。今、寺尾明まで戻んなくていいよ。まあまあ、で、それがあったんですよ、はい。うん、まあ。それが出会いっていうね。そうですね。だからそこから、僕は部活が終わって、卓球部の家に。部活が跳ねてって言って。部活が跳ねて、卓球部の家に通うようになって、そこでまあいろんな、ね、カセットに曲を取ってもらって、聴くようになるっていうのが、まあ、そう、我々のつながりのスタートですね。でその頃ね、メリーノイズっていうバンドをやってて、うん、はい、そのバンドでブルーバンドをね、まあ、そのバンドの後期というかもう解散、人生始めるちょっとぐらい前かな、うん、その後に。でその頃にそのブルーバンドやってたんだよね。やってたって、ブルーバンドやってたよ。でもでそれでお前暴れに来てたじゃん。まあ暴れには行ってた、うん、そう、シリコンティーンズとブルーバンドとデペッシュモードっていう。そうですね、はい。いや、良かったですよ、メリーノイズは、うん。ブルーバンドで何が衝撃的だったかっていうと、その PCM のドラムマシンっていう、まあ、今だったら当たり前だけど、うん、その実際にドラムの音をサンプリングした音が鳴るドラムマシンっていうのが画期的だったのよ、うん。でそれまではシンセサイザーとか作ったオシレーターとかの、うん、まあ、それはそれでいいんだけど、うん、大好きなんだけど、それで作った疑似ドラムというか、うん、ドラムに似せた音っていう、うん、ドラムマシーンしかも、うん、なくて、うん、で最初になんかこの、その生のドラムを16部で、うん、鳴ってるって、しかもジャストで2バスでもないのにっていうね。そうそう、ヘビーメタルの2バスともまた違うっていうかさ、うんうん、でそれがすごい衝撃的だったね、うんうん。で、まあ、それがあって高校3年生の時から85年に新宿厚生年金会館、うん、もう今ないでしょ。厚生年金あるんじゃないの。あ、ないよ。ないないな、ないよね、うん。で、でそこでね、俺ニューオーダーの初来日を見に行ったんでね、はい、中安君で先輩と、まあまあ、当時静岡の先輩とね。そうそうそう、はい、でその時見に行った時の印象があるんだけど、でとにかくステージが暗くて、うん、ずっと照明が青白い感じで、うん、チカチカするような感じもなく、うん、ずっと青白い中で、うん、メンバーがうつむき加減で、うん、つばらの像に下手くそな演奏を続けるっていう、薄い地明かりの中地明かりでもないんじゃない、みたいな雰囲気の中、うん、下手くそな演奏をつながると思うんですよね。稲川淳二がさ、階段する時の照明っていうか、あー、はいはいなんかイメージちょっとピリッとした青のやつね。そうそう、で、はい、感じでずっとやってて、でとにかく俺は、まあ、その時思ったのが、まあ、こいろんなところで言ってるけど、うん、その俺ニューオーダーの2軍が来たのかと思って。うん、なるほど、はいはい。本当のニューオーダー、うん、本当のニューオーダー今頃マンチェスターにいて、うんうん、日本だから別に2軍でいいだろうっていう、そういう感じなのかなと思ったぐらいで、うん、曲が始まってもしばらくわからないっていうかさ、何の曲だか、そうそう、本当に、はい、うん、なるほど、でも何でもなく、うん、でそれはまあアレンジされてるってのもあるんだけど、うん、で本当に高校生、田舎の高校生から見ても、うん、うまくねえなっていう、うん、で俺その頃わざわざそれ遠くまで見に行ったんだけど、その前に見に行ったピル、パブリックミュージリミテッドに行ったんだけど、うん、で彼だっていうか、まあね、うん、我々もうわすげえプロだって感じ、うん、まあ、うん、だったんだけど、うん、でもとにかく日本語だえっていうさ、うん、入感が全然ねえなっていう、そうオーダーオーダーでもそやっぱニューオーダーすごい好きで、うん、で何か何とも言えないこう魅力があるっていうかさ、うん、なんかちょっと暗いんだけどダンサブル、あとそのやっぱ手作り感っていうかさ、うん、で当時ね、うちだ俺がその頃で高校生の頃ってヘビーメタルのバンドがすごい流行ってて、同級生とかで、うん、でギターコードがすごい多かったのよ、ライトハンドとかのさ、あで、そうね、すごいやっぱ上手い方がすごいっていうのがあって、うんうん、でそれに対してやっぱこうテクニックとかじゃないところの、もなんですかな、ファッションというかそういうところに音楽の魅力を感じてたから、うん、俺は、うん、自分でもよく分からないけどニューオーダーにそれをすごい感じてさ、うん、すごい好きだった。まあまあそうね、うん、で高校生の頃に、うん、586っていう、はい、曲があって、それ586、はい、これ僕ね高校生の時に、うん、石野、まあ、僕本名石野文俊って言うんですけど、石野文俊586っていうので検索すると YouTube 出てます、出てくるんですよね。僕 の, それこそ滝が通い詰めてた、はい、僕の勉強部屋、6畳一間の勉強部屋、畳の、はい、うん、勉強机なかったよね。勉強机は廊下に出てたじゃん、もうあれ妹のやつ、あ妹のやつ、うん、で行くと、まあ、ベッドがあって本棚があって、でレコードプレーヤーとレコードが並んでて、その横にずっと
あのドラムセットってから。そう、ドラムセットもらったんだよね。友達ハイハットとベンチャーズ時代の、うん、あのいわゆる本当ミニマルな、うん、あのキックからさ、キックあのシンバルが出てるようなやつ。出てるっていう、はいはいはい、あのタムとフロータムとって、うんうん、でそれを友達にもらったんだよね。あ、もら友達にもらったんだよね。ターボ。ああ、ターボ。ターボにもらったんだよ。でターボがさ、ターボ、あの保育園の頃にターボがターボにすげえいじめられて、うん、ターボがいるから保育園に行きたくないって言って俺泣いたんだって覚えてないんだけど、うん、でそれ、中学生の時になったらターボが毎日俺を起こして学校に連れてってくれるっていう、うん、でドラムもくれた。なるほど、ターボ、そうそう、なるほど。でターボがくれたドラムセットが置いてあって、うん、たまにその6畳間の部屋で叩くですよね。でスネアがなくなっちゃったんだよな。そうそう、スネアのヘッドが割れちゃっ、あの、うん、破れちゃって、うん、で当時あのお金なんかないから、うん、あのスネアの代わりに一斗缶、そう、要はスネアのヘッドを買い替えるようって、ね、あのお金がないんで、何が一番スネアの音に似てるかって、それで一番あの簡単にゲットできるかっていう、ね、そうそう、でそれがそあの蓋を外した一斗缶、そうそうあのダンプ松本でおなじみの、そうね、そうそうそう、そうそう、あれあれあれ、そうそう、うん、でもあれを叩くとパシャーンっていい音するっていうので、でそれがそのスネアでやったやつがあるんでね。そうそうそう、うん、でもなんであのもしよかったら聞いてみてください。はい、聞いてみてください。であと英語なんかも全然あの学校の英語ぐらいしかないわけじゃん、うん、そうね。で実際ネイティブの人と話す機会なんかなかったから、うん、もうとにかくそのカタカナで聞き取って、うん、でそれ歌ってるんだけど、うん、そこもすごい。まあそうね、うんうん、で一時期ねそれを聞くとね顔真っ赤だったんだけど、うん、今はね酒を飲んで顔が真っ赤いやでもこの後発力結構 なんかこもってていいですよ、うん、あれ本当になんかすげえなって感じはあります。まあ、関西はあの、ね、もう置いといて、はい、置いといて、うん、でもまあそのさっき言ったその音楽 そのテクニックじゃなくて、うん、そのパッション、うん、あとあのその音源からはあの感じられない6畳の部屋でやってんだっていうのを含めて、で防音でも何でもない、ね、防音でも何でもないですからね。でしかも隣が消防署の詰所だったんでね。そうね、隣が消防署の詰所、窓の向かいが女子校ですからね。開けた女子校、こっち側が消防署の詰所とこだから、そこであの6畳の人が間からドッとか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 パシャンパシャンって聞こえてくるっていう、超迷惑でね。そうだよね、っていうのも含めてぜひ皆さん聞いてみてくださいと。そうで、まあ、その後ですよ、うん、でちょっとあの時代は飛ぶんだけど、うん、にあの電気グルーヴの、はい、まあ、結成するんだけど、うん、最初結成した時にもうあの後に NO と言われる曲があったんだよね、うんうん、まあ、人生っていう、まあその前電気グルーヴの前にやってたバンドっていうのを解散して、うん、まあ、それがバンド形態になったんで、なんかいろいろ決め事が多いと、ね、重たくなっちゃったんですよねバンドがね、うん、でその時にね、その仁王団テクニックっていうアルバムが出てて、うん、あ、違う、テクニックじゃねえや、パーフェクトキス、あのジョナサン・デミって、はい、羊たちの沈黙、ね、はい、羊たちの沈黙っていう映画とかのね、うん、あの監督ジョナサン・デミが監督した、彼らの PV があるんだけど、はい、でそれがもう、いわゆるビデオクリップでその、あ、もともとある曲に対してあの撮影して編集したとかじゃなくて実際にライブで演奏するんでね、スタジオ一発ライブっていう、うん、はい、でその緊張感が半端なくて、でそれ、うん、でしかも8分ぐらいあるんでね、 あるあるある、でそれよくお前初台の家で見たいな、見てた見てた、お前あの猫のうんこ片付けた後の手であのおにぎりを握って俺に食わせようとしたとこ、はいはい、嫌い猫は好きだけど、うん、猫のクソのおにぎりは嫌い。おにぎりは？おにぎりは好き。そうでしょ、うん、猫も好きだし、おにぎりも好きじゃん。でも初代の、当時の初代でのお前のおにぎりは好きじゃない。だって、口じゃなくて食べたくない。食べたくないってことなんだ。うん、でその時の猫の名前が、うん、グリとグラって2匹飼ってたんだっけ？そう、あ、そう、当時ね。で初代の時はね。で、それが逃げ出したっつって、うん、で、探したんだけど、いなくて。うん、で、その頃に、竹が住んでた、その、アパートの向かいに、うんうん、なんだっけ、矢島じゃなくて、まあまあまあ名前忘れちゃったけど、まあでっかい家のそうそう、名前いいよ、ほらなくてあのもうでっかいお屋敷みたいなのがあって、でそこと結構ね、揉めてたっていうか、あそこうるせえみたいな、まあ、俺がそこの道にこう原付とか止めてたんだけど、そこに原付止めんじゃねえみたいなこと言って、なんで向かいのお前から言われなくちゃいけねえんだよみたいなやつをちょっとなんかやり合ってた
ね、時期あって、まあまあ、そんなのがあってそしたらある日その向かい の, その敵対してるそのお屋敷の家の娘が壁の上をトコトコトコって猫がタッ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 そしたらそれが滝口の猫だったんで、うん、逃げ出してうちの猫うちの猫だと思ったらそのお屋敷の娘がパッパッパッって出てきておいでニャトランニャトランって言ってたで当時あの子猫物語が流行ってて、チャトランっていうのがあったんだけど、そう茶色猫ね、うんうん、それに対してニャトランっていう、うん、でタキが言ったのがその何あその安易な名前の付け方がに腹が立ったって、うん、なんだけど、まあ、うちは、まあ、もううちもグリってくれなかったから言えないんだけど、うん、そのままでグリグリっつってあ久しぶりじゃんグリっつってこっちでご飯あげるからっつってうーんって迷った後に向こうからおいでニャトランって言われたらそっちにゃーってそっちにそっちの方が明らかにいいもの食べてたんだよねっていう お前なんか逃げたあのお前んちから逃げ出した猫のエピソード多いよね。あそうね、うん、銀とかね。あそうそう5階に住んでた時にあの逃げ出した時5階の窓から銀が逃げ出したっていうよっぽど嫌だったっていうか突然寄ってすくるじゃん、まあ、そういうことになりますよね。はい、どこまで話したっけそれで。あそうそうパーフェクトキス ねパーフェクトキスのそのね、まあ、その一発撮りのやつでそれとかの、うん、ビデオを見て、うん、そのバンド形態でいわゆる ドラムベースギターとかまあ、うん、彼らも、まあ、そういう形態ではあるんだけど、うん、そのそれにとらわれない形態みたいなのっていうのをすごいこう、うん、あの当時そうねだってあの PV でスティーブン・モリスどれも叩いてないもんね。そうずっとね、うん、あのそうスティーブン・モリスはあの震える緊張で震えてて、ね、カエルの音を出してねゲロ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 ってやつねカエル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 ってやつね、はい、当時バンドブームだったんで、うん、そのバンドじゃない形っていうのにすごいこう彼らがの存在でこう、うん勇気づけられたというか、まあ、まあそうかもしれないね、うんうん、そのやり方でいいんだっていうそうで、うん、まあで、まあ、それも、まあ、そんな風なのがあってで電気グループ結成して、うん、趣味でやっていこうと思ったにもかかわらず5回目のライブぐらいでそのソニーからデビューしないかっていう話が来て、うんうん、でうちらはあのホラを吹いて、うん、オリジナル曲が40曲ぐらいありますとかあるかな形になってないのも含めたらですけどねそうそうでライブは今まで何回やったことあって5、6回しかやったことなかったよね、うん、電気グループでは、うん、でも人生のやつもいてまあ100回ぐらいですかね超えてるよなみたいなっていう私そのあのまんまと騙されてソニーと契約することになったんですよ、はいうん、であのそのソニーからあのメジャーファーストアルバム、うんま、フラッシュパパっていうのを、まあ、後にねフラッシュパパっていうタイトルで リリースされますけれどもでそのレコーディングをするにあたって、うん、当時あの選択肢が2つあって、うん、でうちはなぜかその当時あのラップグループっていう誤解をされてて、うん、でもあのこっちも、まあ、そっちにくくられるんだったらそっちでもいいかみたいな感じが、まあ、いいよ、まあ、ラップの曲もやってるしねっていうそうそう で、うん、でそれもあってなんかそのラップグループっていう誤解もそのレコードレーベルの中にあってファーストアルバムをレコーディングするにあたって絵画レコーディングはどうだって、うん、でも絵画行ったことなかったんで、うん、じゃあぜひぜひって言ってでそれであのソニーの方から提示されたのがニューヨークかマンチェスターって、うん、そう で当然うちらはやっぱりイギリスの音楽とかにこう影響を受けてきたんで、うん、当然マンチェスターって言って、うんマンチェスターでレコーディングするんだけども、はい、でそれもその一つにやっぱニューオーダーがマンチェスター出身だったつまりよね、うん、まあそうね、うん、あとまあニューヨークかみたいなのもちょっとねありつつね、まあ、ニューヨークとニューオーダーの差が分かんなかったニューナーとかも曖昧で、ね、ニューヨークがいたらマンチェスターにしますみたいなまあまあそれで結局、うん、マンチェスターに、渡って1ヶ月半ぐらいですかね。あの時その時もさあの、うんまあ、当時 CMJK ってメンバーがいて3人組だったんだけど、はい、海外旅行経験があるのが多岐だけだったんでしかも、うん、で海外旅行って言ってもまあ俺あの当時制作会社にちょっといた時があって、ねうん、それの、ロケで、アメリカに1回行ってたぐらいなんでだから1回しかないですよねだからね。で俺なんか俺とか CMJK なんか初めて生まれて初めて作ったパスポート、うんうん、で現地集合だったんだよね。あそうだあの先にディレクターがもう向こうに行ってるからお前ら3人だけで、うん、マンチェスターまで来いっつって、うん、でマンチェスターの直行便なんかないから一回ロンドンで乗り換えてトランジットでマンチェスター、まあ、今考えても別にその大したことじゃない、まあ、じゃあ知らないからね、うん、とにかくパスポート持ってないからパスポート持ってけよ自作のパスポートなるほど
そう、インディーズ魂で。そう、インディーズ魂で。パスポートも自作でね、行っちゃうんだよね。大変だった。大変だったよね。うん、まあまあ、だからそれで、マンチェスター。うん、イミグレーターは死んだふり。まず。まず。遺体として入国だから。何を聞かれても、うーんっていう。うーんって言っちゃったらダメだ。あ、ダメか。うん、で、マンチェスター。でマンチェスターっていうでマンチェスターに1ヶ月半ぐらいいたかな、いたのかな、うん、でそれがとにかく初めての海外 で、はい、でその時にそう、まあ、あの得るものがすごい多くて、いや面白かったね。その経験がなかったら多分いまだにこう続いてないんだろうなと思うんだけど、うん、でその頃は、まあ、マットチェスターとかが、うん、ハッピーマンデーズとかね、とにかく街中にハッピーマンデーズのポスター貼りまくられてたよね、うんうんうん、そう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 、でまあそれとかの真っ只中で、ね、うん、でハシエンダっていうクラブがあったんだけど、うん、でそのハシエンダっていうクラブはそのニューオーダーのメンバーが出資して始まったクラブ で、うん、でそことかに、ほぼ毎日のように、うん、行ってたんだ、ね、でなぜかというとその当時そのうちらがそのレコーディングしてたスタジオに出入りしてたスティーブっていう、うん、なんかもう海賊みたいなおっさんがいるんだけど、はい、その彼が、ストーンローゼスのツアーマネージャーで、うん、そのちょっと前に日本にストーンローゼスと一緒に来日して、うん、日本ですごくいい思いをしたよかったと、日本にもちろん初めて来たんだけど、もうとにかく日本が最高だっつって、うん、でその直後にうちらが日本からそのマンチェスターに行ってるからね、グループが来てレコーディングする、じゃあ俺に任せとけって、全然俺が面倒見てやるっつって、で毎日だからレコーディングが終わるぐらいの時間になるとそのスティーブが来て、さあ今日はどこに遊び行くっつって、ね、でいろんなとこ連れてってくるんだけど、うん、でその時にずっといつもドライバーをやってるなんかその若手若いやつがいたんだよね、うん、でいて、はい、であじゃあ次走れんだ行って次そのどこどこバイクからとかって、うん、でその当時それは分かってなかったんだけど、うん、それがストーンローゼスのマニーだったんだよね、そうそうでその当時ストーンローゼスが活動休止してて、うん、全然することねえから暇だった、じゃあ一緒に遊ぶよって感じで、でだいぶ後だよね、それ気づいたね、気づいたのね、そう、マニだったっていうね、はい、まあ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 そんなのもあって、でマンチェスターはね、うん、すごい視野も広がったというか、いやそうだしね、まあ、そのでもハシェンダ行ってさ、本当にハシェンダでもう寒空の中、表でもハシェンダやっぱ行列なんですけど、外がなんだけど、もうみんな女の子とも T シャツとかでもうこんなってなりながらずっとハシェンダ入りたいってなってるような、そういう感じのクラブシーンも見て、あその感じなんだなっていうので、うん、そうで、そうそう、あとうちらのそのファーストアルバムがフラッシュパパって最初88ステートがプロデュースするって話だったんでね、うんうん、でその話結構進んでて、うん、で向こうに行くまで結構そういう感じだったんで、その感じだったね、で、うん、ディレクターが先行って、ちょっとなんで先行ってたかっていうと、その88がプロデュースするはずが彼が急に売れちゃって、うん、うちらが行く場合で、うん、ご存知の通り、まあそうね、売れちゃって、はい、忙しくてそれができないっていうことになって、うん、まあ、別のプロデューサーになったんだけど、はい、っていうのもあって、で一回なんか88のグラハムとかがプロデュースできなくてごめんねみたいな感じで来てくださって、ね、あったよな、でもうちら88がプロデュースするっていうのすら実は入ってなくて、そうね、ディレクターがしなかったんだね、88のこと、あそうね、はいはい、だから88じゃない、90とかあのぐらいの頃か、そうそうだよね、うん、当時88がもちろん大好きだったからさ、うん、言ったらもうやったーって感じだったんだけど、うん、ディレクターがそっち方面にあんまり明るくない人だと思うんだから、うん、なんか地元のなんとかっていうやつがやるらしいみたいな感じの、うん、でもこっちは海外行けるから嬉しいし、うん、イギリス行けるから嬉しいみたいな感じだったんで、うん、でそこで、まあ、マンチェスターとその、うん、電気グループと、まあ、なんていうかな、親密な関係じゃないけど、まあそうね、うん、まあそれがあって、で特別な土地というかね、まあまあそれはあるね、うん、うん、ちょっとねっていうのがあって、で実はその後にその、95年6年ぐらいかな、うん、ベルリン、ドイツで電気グループの虹っていう曲が、うん、リリースされることになるんですけど、 MFS っていうレベルがリリースされるんだけど、はい、でそのレーベルのオーナーがマーク・リーダーっつって、うん、マンチェスター出身の人なんで、ね、うん、でマーク・リーダーはそれこそニューオーダーのジョイ・デビジョン時代からの、うん、友達で、うん、で何て言ったらいいかな、もうちょっと説明のしようがない、そうだね、一言で言いにくいよね、うん、で
まあ、ゴッドファーザー的な感じの人なんだけど、うんまあ、であと、ね、マークリーダーと俺対談してるやつがあのネットにあるから、まあ、それ見てからちょっとあの、まあ、仕掛け人的なやつもありつつなんか、まあ、先見の明もあるっていう人なんですけどね、うん で, うん、でそれがきっかけでさその、うんマンチェスター出身のマークリーダーがベルリンにあの移って始めた MSS っていうレーベルから、うん、電気グルーヴの虹っていうシングルが出るんだけど、はい、でそれがあの、まあ、俺の DJ としてのキャリアとかは、うん、ヨーロッパのキャリアとか、まあ、そこからスタートしたりとか過言でもないんだけど、うんでまあ、もちろんだからあのそれ以降ベルリンと、まあ、特にマンチェスター以上に、うん、うちら電気グルーヴにとってちょっと特別な場所っていうか何度もレコーディングやったりとか、まあねまあ、ライブもあったしとかさ、うんね、ベルリンねなんかマンチェスターとあのベルリンっていうのものねあの説明ができないというかさそうだねでなおかつ、まあ、居心地もいいしねでなおかつそのマークリーダーっていう存在がそのミッシングリンクをつなぐから、ねうん、そうなんですよねでまあマークはもともとベルリンにも深く刺さってる人で、うん、いろんなベルリンの人たちも影響を与えいろんなシーンも作るっていうそれこそだからあの先週ぐらいにあのまたニュースで出たんだけどニューオーダーの新曲をマークリーダーがリミックスしてたりとかいま、うん、だにその全然まだねつな、うん、がってるんだけど、はい、であの俺ニューオーダーだいぶ時間はね飛びますけどニューオーダーのリミックスはいねすごいいやマジすごいっすよ本当にいやすげえなと思って向こうから来たからね、はい、ねえいや本当に卓球はどこだ卓球はどこだっつって本当向こうからもうアパホテルの部屋って部屋という部屋を全部開けてバーニーがじきじきにやっと見つけ出したって俺アパホテル泊まってたいたんだっていうないやいや本当すごいことですよこれはまさかさそのねあの最初に出会った時16歳の時に出会った、うん、あのブルーマンデーを聞いて、うん、その85年にライブ、うん、あの見て二軍かと思った人から、うん、直接あのリミックス今度一軍から来てんだもん、ね、一軍から当時の人とは違う人だよ違う人だよそうバーナード・サムナー、まあうん、あのうちはバーニーって呼んでんだけどあのニーは漢字です兄っていう字でそうバーニーね、はい、バーニー、はい、バーニーが来て で,、はいでまあ、そのリミックス、まあ、今、まあ、近代的なあのリミックスの、まあ、手法としては、うん、データが送られてきてそれの メールのやり取りみたいな感じなんだけど、うんうん、でその時のエピソードでやっぱさ高校生時代からの憧れの、うんアーティストなわけだし、うん、で聞いたらさマルチトラックで聞くわけだから そうだよね、バニーのさボーカルだけソロでこう聞けるわけよトラック別で聞けんだもんねそう、はい、ですげえいやそれはねでまあ、はい、自分のリミックスもまあそれに答えてね、うん、もう力も気合も入りますよ、うんうん、まあそうでしょうあのアパホテルの一室アパホテルでもそうでしょうねなぜ、はい、となでアパカレー食べてアパカレー食べながらでしょ、はい、で、はいでそれでやったんだけどで、うん、あのそのボーカルバーニーのボーカルっていうのはあまりにも自分にとって神聖なものだからもうそれはいじれねえといじれねえってかもうそのままのあのエコーとかも一切エフェクトとかしないで、まあ、コンプレッションぐらいして、うん、もう素で出しあの使ったの、うん、でそれを、まあ、できましたっつって、うん、あのニューオーダー側に提出したら、うん、あのバーニー直々に、うん、この返事が来て、うん、であのリミックスすごい良かったんだけど、うん、俺のボーカルは素で使うもんじゃねえそんな大しそうなもんじゃねえから、うん、あの切るなりエフェクトするなり、うん、あの大事にすんなと原型をなくすなり使ってくんなきゃ恥ずかしいっていう、うんうん、まあまあバーナード・サムナーがその後にニューオーダーのボーカルになるんだけど、うんまあ、渋々だったっていうもともとがそのジョイ・ディビジョンのボーカルだったヤンカーティスがね、うん、あのもうめちゃめちゃカリスマ な,、はい、なわけじゃんボーカリストその後にさそれでヤンカーティスがいなくなっちゃって、うん、誰歌うってなってみんな俺を歌いたくないそうそうで、ね、さあ美空ひばりさんでしたさあ続いてどうぞっていうやつやだよ、ね、無理ってなってるから、まあ、だからニューオーダーのやっぱ初期の頃 の,、うん、そのバーニー の,、うん、その歌ってるとかも本当歌った瞬間に顔真っ赤になったりとかしてたじゃん、うん、あと絶対客見ないってさっていうやつが早く帰りてねえネクタイ帰りたいんだってネクタイ帰りたいんだってやつ坂田純次とそうそうだからそれを5時間男5時間男でしょ、うん、でそれが飲みすぎシールでそれがあったあとだからやっぱそういうのもあるんだろうけども、うんねまあうん、でもそれはすごいいい話っていうか、ね、そうねうん、うんうんいまだにそうなんだちょっと嫌なんだね、うん、でもういいよ喜んでうんヘイッつって
まあ、まあそれで、まあはい、まあ最終的に起きた、なったんですけど、うん、まあでもそっから君だからニューオーダーとちょっとあのつながりがどんどんできていくじゃん。そうそう、それでその頃もあのマークリーダーとかに、うん、あのマークやったぜつあの、うん、あの君の友達の元ジョイディビジョンの人たちとの仕事ができ、できたぜつってさ、うん、あそれは良かったみたいな感じで、うん、だったんだけど、でニューオーダーが来日するんだよね、うん、でその時にその前座で俺 2days やって、うん、その時俺 DJ で呼ばれて、うん、でやったんだけど、まあもちろん、まあ、それもちろん公演なんだけど、うん、まあそれでそとにかくバックステージ、うん、バックステージでさ、お前も来たじゃん。来た来た。お前遠巻きに見てたもんな。いやいや、もうそんなもん近づいてどうすんだの話だからさじゃんかとうわーっつってあんまりだからミーハーに見えないニューオーダーの T シャツを着てくる。着て、そうそうそう、一応敵じゃないぜっていうでそれが恨みに言う場合もあるからね。まああるんだよね誰と言わないくしようと思ったけど言うんだ、まあまあ、まあ、そういうのあって、うん、でそのがバックステージ で、まあ、あの 2days だったんだけど、初日 その俺が会場入った時に、うん、そのスタジオコースと、ね、でニューオーダーが、うん、あのサウンドチェックやってたんだけど、ジョイデビューの曲やってて、うん、でしかもその曲東京公演でやんなかったんだよね、うん、なるほど。でその後 あのオーストラリアかなんかのライブでやる曲 の、うん、あのゲネやってたんだでそれでうわすげえって言って、うん、でその時俺あの PA ブースとかも、まあ、お客さんもいないからさ、そこで見れて、うん、うわジョイディビジョン独り占めっていう、まあそうね、はい、そうなるね、うん、で、まあ、まあそれあってでサウンドチェック終わって、じゃあ、うん、じゃあ次あの滝さんちゃんとチェックしてくださいみたいな感じでやって、うん、交代して俺サウンドチェック終わってバックステージ戻ったらいるわけよ、うん、元ジョイディビジョンが、うん、平気な顔して、うん、で、うん、でここもやっぱ舐めないちゃいけないっていうか、うんうん、そうね、まずもう頭突き、まあ、まず唾吐いてから壁にあいつやべえっていう、血まみれになってから血まみれになってからサインくださいってそれは向こうも警戒するよな。そうそうそう、うん、でちなみにその時もらったのがこれ、あこれ持ってきたの忘れてた。そうだな、そうそういいですね、そうこれです、はい、うん、ね、ね、はい、でちなみにでその時にあの初日にもらったの曲順表にセットリストバーニーからもらったサインがこれ、はい、うん、ちなみにこれ2日目のやつ僕も持ってますでしょ、はい、で正直あの曲順は2日目の方が良かったのよで俺2日目ももう1回くれって言うのも、うん、ちょっと恥ずかしいっていうか、うん、なるほどそうそう、はいはい、うん、いやでもこれも俺ももらって「滝」って書いてあってみんなサインもして、もう額に入れて飾ってあるもん、うん、うちもね、うん、このうちのリビングのドアのところにも、うん、いやまあまあそうなるよね、そうそう、はい、いやね、だからそれで、ニューオーダー来日して、捨ててたよこれ本当に、そうお前持ってきたやつ何にも使われるまま、うん、これに沿ってじゃなくていい、まあまあいいよね、うん、まあっていうのがあって、うん、まあだからそれで結局その後メンバーと対談しますもんね。そうそうそう、であのスティーブン、ドラムのスティーブンと対談して、うんうん、さっきのカエルのね、ケロ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 のね、はい、で正直でもそれ俺ホッとしたんだよね、うん、でメンバーで誰と一番話しやすいかって言ったらやっぱスティーブンなんだよ。バーニーとか来たらきついっていうか、避けないときついっていうか、そうね、うん、怖えっていうか怖いよそうだよね本当ね、うん、まあまあまあ、まあ、そういうのって、うん、まあ本人たちとも会いましたと、うん、でその、スティーブン、ドラムのスティーブンとの対談がきっかけというか、それでその時に俺ダメ元で頼んでみたのよね、うん、でリミックスとかやってもらえないですかねっつって、うんうん、そしたら、うん、あの、で曲聴いてからだったらいいよっつって、うん、で、まあ、結果あのや OK が出て、うん、で、2017年に、フォーリンダウン、電気グループのフォーリンダウンっていう曲の、うん、The Other Two Remix、はい、こうちょっともう説明があります。 The Other Two、 The Other Two っていうのは、うん、そのスティーブン、ドラムのスティーブンとキーボードのうちらの通称おばさんって言ってるのの、はい、ジリアンね、ジリアンその2人夫婦 の、はい、あのユニットなんだけど、うん、まあ、その他2名っていう、そうだから前はバーニーとピーター・フックがいて、そのフロントマン2人と、あその他2人って自分たちでつけちゃうようなね、うん、人たちだったんだけど、まあでもトラックのベースとかのあの人たちやっぱ作ってたりするじゃん、いわゆるだからじゃない方っていうのを、はい、あのアメトークより前に言ってたよ、そう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 で、まあその頼んだら
そうそう、それで OK って言って、うん、で、であのリミックスお願いして、お願いして帰って、あの真っ先帰ってきたんだけど、うん、なんと頼んでないのに2バージョン、うーん最高だよね。最高ですね、うん、はい、しかも同じ値段でいや本当にね、いや最高ですよね、めっちゃ嬉しいよね、うん、はい、いや本当に。ちなみに The Other Two のアルバムの The Other Two and You っていうはい、ね、いやいやいいですよ、でも本当に、うん、でそれはもう光栄っていうね、はい、うん、なんであの電気グルーヴの、うん、あのまあその何ラインナップにも、ディスコグラフィー、ディスコグラフィーにも一応そのニューオーダーにかかった人が入れれるようになったっていう、うん、で恐ろしいことにそれ今日持ってきてないっていう普通そういうことだよね、そうスッて出すところですね、そうそうこれなんですけれどもっていう、忘れてた、ごめんごめん、忘れてたわけじゃないけど、うん、盗まれた、盗まれたでしょうな、はい、まあまあ、 あの調べてみてくださいよということ、うん、それもすごいいいんで、うん、で、のちにですよ、うん、で、その後、まあ、タキのこれとかあって、うん、で、その後に助けてくれ喋れてんじゃん助けてくれって言ったら助けてくれたんだよね、そうそうそう、はい、その死刑執行人が、死刑執行人がね、今回だけは見逃してやるって言ってまあ、それで、はい、その後、まあ、しばらくうちは休んでたんだけど、うん、2019年、うん、2019年の3月にそれがあって、で2019年の10月に、うん、ニューオーダーのライブをベルリンに見に行こうっていう、そうですね、テンポドームっていう会場だったんだけど、うん、でそこに見に行こうって言って、うん、で一緒に行ったんだよね、はい、出かけましたよベルリンまで、ね、はい、どうでしたか。いや最高だったね、うん、本当に。だから君はさ、その昔要は一回そのニューオーダーの二軍始まりでさ見てる二軍始まり、そうそう見てるわけじゃない、うんうん、でまあまあその、スタジオコーストとかも あ,、うん、あとフジロックとかねとかはあったとはいえ、やっぱベルリンで見るそのニューオーダーのライブの特別感たるやっていうさ、うん、やっぱニューオーダーもちょっとね手抜けないっていうところもあるだろうからさ、うん、でまあで、まあ ね、もちろんマクリーダーとかもいてさ、ね、そう、うんうん、あれはちょっと忘れ地の、でそこで結局ブルーマンデー、うん、でそれがまたね、うん、月曜日だったんですっていうのは嘘なんです、はい、信じるか信じないかあなた次第ですいやいや、まあ本当にそれね、あの卓球くんが昔ツイートしたやつでね、あの本当にブルーマンデーがかかってはしゃいでる2人の動画がちなみにね、あの僕インスタグラムやってるんですけど、はい、僕のインスタの一番最初の投稿が、うん、そのスタジオコーストで、うん、あの君とニューオーダーのブルーマンデーを見てる動画なんで本当そうなんだ、なるほど、でやっぱ三つ子の魂100までっていう、まあまあそうですね、本当に、はい、ね、うん、あのブルーマンデーを通じてあの、うん、感じますよ。いや本当ですね、うん、はい、やっぱり、うん、ここに戻ってきてしまうという、はいはい、で未だに聞くしね、まあ未だに聞くね、未だに色褪せないな、うん、すごい、うん、うん、ねえ、ということでブルーマンデー始まりの我々ですけども、いまだにそれが続いているということで、そうそうそう、まあ、ルーツオブ電気グループとしてはこれからスタートさせていただきました。結構喋ったね、15分のところの騒ぎじゃなかったね、うん、半分ぐらい無駄話だけどな、うん、でもこれ無駄話がいいんだって。まあそうだよね、うん、まあ、それは逆に言うと無駄話じゃないとこさ、あのつままでそう、うんうん、てかこれを15分にするの無理じゃない15分にする必要ない、そうでしょ、手探りなんで、うん、とりあえず1回目、はい、こういう風な感じでやってみて、うん、まあ、どういう感じかってね、まあ、ずっとパイロット版みたいな感じで、まあまあいいでしょそれで、はい、であの形が決まった時が最終回っていうことで、そうねっていうことにしましょう、うん、次回予告しときます、次回しますか、はい、うん、次回は、ね、うん、ダフドイッチアメリカニッシュフレンチシャフト、はい、ということでございます、楽しみにということで、はい、どうも電気グループでした